アバグアンチウイルス。アバグアンチウイルスは、オランダ・アムステルダムに本社を置くアバグテクノロジー社が開発、販売しているアンチウイルスソフトウェア。日本ではデジカ社が販売、サポートをしている。起動しているプログラムにウイルスがないか監視する機能、送受信した E メールにウイルスがないか検査をするアバグ、メールスキャナー、定義ファイルを自動アップデートなどの機能がある。 定義ファイルに入っていない未知のウイルスの検出が可能なヒューリスティックスエンジンを搭載している。他のウイルス対策ソフトより動作が軽快なのが特徴である。日本での商用版は公前メディア社により2007年4月に日本語版が公開された。またフリーウェア版も2007年8月8日より日本語版の提供が開始されている。バージョン8.0よりアバムアンチ。 スパイウェア、アバグアンチマルウェアが統合された。また、マイクロソフト Windows 98名のサポートがされなくなった。2009年10月5日にリリースされたアバグ9.0シリーズでは、スキャン時間の縮小及びメモリ消費量の軽減、近年広まってきた USB メモリを経由するウイルス感染の対策、ファイアウォールアラートの削減など、一部機能が更新された。 2011年9月2日にアバグ2012シリーズ、2012年9月20日にアバグ2013シリーズが公開された。個人、スモールオフィス向け企業向け2010年12月アバグ2011シリーズの最新プログラムのアップデートを適用しパソコンの再起動を促され、それに従い再起動するとそれ以降パソコンの再起動が繰り返される状態が続いてしまう問題が、 発生した。問題が発生するのは当初64ビット版の Windows 7とされたが後に Windows Vista や Windows XP でも問題が発生することが明らかになった。窓の森セキュリティソフトアバグシリーズで PC の再起動が繰り返される不具合、インターネットウォッチアバグの最新アップデート適用後再起動ループに陥る問題が発生。ありがとうございます。